はい、皆さんこんにちは。マイクです。マイクです。ですね、今回は50歳までですね、1000万円貯める方法をご紹介したいと思います。やっぱりですね、これから若い世代の方たちは年金がね、思ったふうに今の世代ですね、今もらってる年金をもらってる方たちよりもはるかに安い年金をもう受給することになってしまうっていうのも避けられないっていうことでですね、もし50歳ぐらいで1000万円の貯金があればですね、それをですね、定年後にですね、生かせるということで、で多少はその年金の補いができるじゃないかということで、でなぜ50歳っていうふうに切ったかと言いますと、50歳から60歳までっていうのは、65歳ですね、そのまでっていうのは、年金がもらえるまでの間っていうのは、第二の人生がね、送れる世代、そういう年齢の方たちの世代になるのかなっていう気がします。なのでですね、もう仕事もですね、もうそこまで若いうちみたいにバリバリとできなくなってくる体になってきていると思いますし、いろいろ持病もあったりですね、定期的に病院に通わなきゃいけないような、そんな年齢に差し掛かってきているということですね。もう目もですね、老眼になってく方も多いでしょうし、もう50超えますとね、また半分以上、ほぼ老眼が始まってきてますよね。なので、老眼っていうのもあれですけども、第二の人生ということで、若い時とは違った趣味を持ったり、思考をのその楽しみ方、遊び方っていうのが、できるようになるようになってきますんで、でとりあえず50歳までは貯金をするための期間ということで、で私ですね、思ったんですけど、日本年金機構ってっていうところからですね、年金定期便っていうのが来るんですよね、はがきが。で、この中に書いてあるけど、バッと。これモザイクで、皆さんにちょっとお見せすることができないんですけども、こう書いてあります。あなたは65歳から、年金をもらうと、年間でこれだけもらえますよっていうのがここに書いてあるんですよね。で、これ、ずっとですね、定期的に年金のこういうはがきが届くんですよね。で、70歳から支給すると、最大で 42% の、多くもらえますよと、年間ですね。で、それはいいんですけども、今までね、自分が積み立てた年金の納付額っていうのがこういうふうに出てくるわけですよね。で、これもう1000万円以上です。はい。これは多分収入とか、所得ですね。そういうのによって変わってくるんでしょうけども。ということはですね、私が今も50歳もとうに過ぎてますけども、50歳の時点で1000万円強ですね。1000万円強の、貯金ができているっていうことですよね。要は結局厚生年金の保険をですね、4万円ぐらいですね、4万円をですね、就職をしてからずっと積み立てていけば、50歳の時点で1000万は軽く超えるということですよね。そういうことですよね。で、私がその勤めに出てからずっと払ってきた金額っていうのが、ね、4万何千円なので、その4万何千円の、その保険料をですね、
積立金として貯金をすれば、50歳の時点で間違いなく1000万は超える貯金ができるということですね。逆に言えば、その金額を貯金をしなくて、嗜好品だとかいろんなものに消費をしてしまって、時間あの蓄えをしなければ1000万円は貯まってないということですよね。そういうことなので、今の若い世代の方に一言アドバイスしたいんですけども、就職したらとにかく50歳になるまでに、まあ、50歳、うん、そうですね、50、ある一つの目標として、50歳になるまでにですね、1000万円を超えるぐらい の貯金をするため の金額をです、ね、逆算してですね、出していただいて、その金額を貯金をすれば、定額貯金ですね、定額貯金をすれば、まあ、別に短縮金でもいいですよ。途中で下ろしたりするとね、手数料かかったりしますんで、そう、下ろしたりすると、利息分が全部飛んでちゃいますんでね、利息分のよりも手数料が高いですからね、今はね。なので、短縮預金ももちろんいいと思いますね。短縮預金が多分一番いいのかな。うん、管理さえできれば一番いいですね。うん。なので、そういうことも考えてですね、ちょっと思った次第でございます。なので若い方は今、就職されて、給料もらいます。お給料もらいますけども、結局この年金をですね、自分で積み立てていって、少なくなって、これからどんどん少なくなっていく年金と、あと、受給年齢がどんどん上に上がっていくですね。70歳、65、66、67、68ってそういうなってくことになると思いますので、もうぜひですね、老後に備えてですね、若い時から貯金をするということがね、当たり前なんですけども、これも大事です。そういうふうにね、改めて自分で思いましたね。なので、今からでも遅くないので、とにかく老後に備えた貯金をすべきだと私は思います。その時になって欲しいものがあれば買えばいいわけですから、何もね、今急いで買わなければいけないものってそんなにないですよね。まあそれは安全とかですね、健康とかそういうものに関しては、まあ、生きていくために必要ですので、消費は仕方がないんですけどね、嗜好品っていうのはですね、ある程度こう半減してその分を貯蓄に回すっていうのも、やっぱりこれからの方たちは、今年金もらってる方たちの世代よりも余計にする必要があるのかなと思います。まあそう言いたい放題のね、このチャンネルの中のその再生リストでの中に入れさせてもらいますけども、マイクの言いたい放題ですね、いろんなことをつぶやいたりしてますので、またご覧になっていただければと思います。今回はですね、日本年金機構から送られる年金定期便をマイクが受け取って、うわぁ、びっくりした。こういうことかっていうことをですね、改めてですね、思ったのでですね、皆さんにちょっと情報発信したいと思いました。そんな形ですね、1000万円は50歳までに必ず貯めることができますので、そういうやり方をすれば、もうこれは給料もらってですね、会社が肩代わりして厚生年金とかそういうのを引いてもらってますので、年金も、だからもう知らず知らずのうちにこれだけのお金は完全にこう搾取っていうか、会社にですね、会社が肩代わりして国に納めてもらってますので、この金額をまあ、ちょっと キーワードってですね、4万円強のキーワードをちょっと言わさせていただきました。あですね、月に1万でも2万でも3万でもいいですけども、50歳ぐらいまでですね、続けてやられるとですね、数百万から1000万以上超えてるような貯金ができますので、皆さんも
そうやってお金持ちになってください。はい、以上です。今日はご視聴ありがとうございました。マイクでした。